小物とか、はい、あと身の回りのケア用品とか、はい、なんか自分がそこまで手が届かないから、うん、やっぱもらったら嬉しいもん。子供と遊ぶときに、はい、あんまりピチッとするよりは、うん、まあ、動きやすくて、はい、吉田さんちおしゃれですよね。いやおしゃれじゃない、まあそういうおしゃれにするのは好きです、はい、朝の布とか、あ、はいはいはい、床に敷いたり、はい、壁に垂らしたりしてるんで、なんか溶け込むんじゃないかな。はい、着てるんで、はい、ビーナスのシャツ、はい、がおすすめです。おすすめです。やっぱ半袖着ますか？そうです、自分は暑がりなので、はい、毎年半袖シャツを着ます。はいはい、確かにそのイメージはあります。半袖が多いですかね、周りのお父さんとか出てて。もうそうですね、ほぼほぼ多分着ていると思います。あ、自分やっぱ青が好きなんで、はい、青で、はい、まあ、まず気になったのと、はい、着た時にふっくらとして、うん、着心地が良かったっていうのがまあ一番ですか、ね。結構父の日で T シャツプレゼントされる方が多かったので、おすすめのものあれば。おすすめは、セブンパンチが、はい、おすすめです。これもあれですね、今日着ていらっしゃるこのおすすめ、はい、全色欲しいです、正直、はい、去年のとかも結構買ってましたよね。この生地で2型、はい、クルーネックと、あとスキッパー、はい、色は何色ですかね。3色、はい、サイズが3分の1サイズ、はい、やっぱ使いますよね。まあ、Tシャツほど使うものないですけど、はい、1枚で着てもそのアジア感がないので、はい、おすすめなんですけど、まあ、ちょっとこうなんですかね、おしゃれに着ていただくんであれば、はい、まあ、Tシャツの上にちょっとゆったりめのシャツを着ていただいて、ちらっと見えるのがいいかなと思います。うん、アドマンズヘイマーのパンツですね、はい、今から履くんだったら薄さが、うん、そうですね、かなり軽いですよね。そうですね、色が、ブラウンとネイビーの2色ですかね。そうですね、はい、サイズとかっていつも何番ですかね。ものによる、そうですね、身長は173、はい、まあ、割と4ことが多いですね、はい、4履いてちょっとゆったり履く感じ。そうですね、使って、はい、履いたいです。狙ってます、今ね。今年トラザーズが多かった中でイージーパンツっていうのが一番、はいはいはい、おすすめかなと思います。今年あれですもんね、久々にイージーパンツで前開きの形なんで、はい、まあ、脱ぎ着もしやすいし、子供と遊ぶ時に、はい、あんまりピチッとするよりは、うん、まあ、動きやすくて、はい、それにつきますね、動きやすいのがいいんで。そうですね、はい、ちょっとリネンのパンツじゃないんですけど番外編でハードマンズヘイマーのパンツ、はい、じゃあ続いて革小物っていうところで、はいはいはい、そうですね、みんな持ってますよね、多分、はい、後ろのサイズ買いました。そうですね、はい、まあ、スタッフもお気に入りで、はい、出てますね。単品で見ると結構細いって思われがちなんですけど、はい、私も太いパンツもそうですし、うん、そ、普段デニムとか履くんですけど、はい、まあ、そういうのにもすごい合わせてみるとすごい相性が良かったので、うん、本当万能ですね、はい、カジュアルじゃない綺麗なベルトっていうのがいいですね、うん、あ、そうですね、店舗は、サンプルですね、はい、ですサンプルで、まあ、買えるのはオンラインっていうような形で、はい、やってるやつですね、はい、家に置いてて箔がつくものというか、はい、雰囲気のいいものも結構好きなんで、まあ、かつなんかこうお父さんとか、まあ、特にスーツ着る人とかも多いと思いますし、そうですよね、まあ、結構こうケアが必要な、まあ、冬物とか、まあ、皆さん一着はこう持ってると思うんで、こういうなんか天然素材のあるといいなと思ってて、
まあ、機能的なとこもそうですけど、はい、家にあったら気分が上がる感じしますね。そうですね。なんか普通にこう作業として衣替えするよりは、はい、ちょっとまあそれもこう楽しめるというか、大事にしてるって感じですね。はい。